鉄器の型は初段から三段まであるが、最も代表的な型が鉄器初段である。手の動作は鍵付き、背腕流し受けから上段裏付き、足の動作では騎馬立ちから波返しを行う技が加わる。この型では騎馬立ちが重要なポイントとなるので、騎馬立ちを崩さないで上体の動きを作ることを体得する。演武線は一の字型で左右に移動する型である。敵損、敵損。右小の上に左小を重ね、下腹部前に両小を出す。閉足立ち。手はそのままにして顔を右に向ける。左足を右足に交差させる。右小を右側面中段駆け受け、騎馬立ち。膝は伸ばしきらずに足を抱え込む。左前遠避。顔を左に向け、両肩右腰構え。左下段払い。脇を締めたまま剣を下段払いの軌道に乗せる。